はい、ということで、じゃあちょっと第2部でね、筆跡のことを、はい、いよいよちょっといよいよ聞いてみたいと思います、はい、よろしくお願いします。で、実際ちょっと僕が書いたものもあるんで、ちょっとそれを例にとってお話してもらってもいいですか。はい、あのさっき書いていただいて、うん、はいはい、できたてほやほやのやつなんだけども、うん、ちょっとこういうの映ります？うん、こういうのなんですね。あ、ちょっと今あの反転してるんですけど、あ、あ、大丈夫です。これわかるかな、うん、わかる。こういうので、うん、あの やったんですけども、うん、ここで、はい、あのどういうところでどう見るかっていうのを、まあ、簡単にお話ししたらいいと思いますよね、はいはい、お願いします。結果だけ言ったってことないもんね、はいはい、あのまず平松さん、この字を見てわかるのは、うん、あの基本的に大きな字を書かれてるんですよ、うん、で大きな字を書かれてる方、これ今あの聞かれてる方も参考にしてほしいんですが、うん、行動的な人です。まあ、大きな字を書くと行動的な人だ。基本的に行動的な人、うん、でまず行動しようぜっていう人です、うん、行動しないといくら考えたってしょうがないじゃんみたいなところがあって、うん、これがまずあります、うん、これはまず大きな特性ですよね、うん、それがもう分かっちゃうわけですね、うん、はい、あとは要はこれはね、うん、結構小さな字を書いてる人って、うん、私なんかそんないいですっていう人は結構小さい字を書いたりするんですよ、うん、はいはいはい、あとはねこう横書きに書かれてるので、うん、横書きに書く、日本語って本来縦書きに書くものなんですよね、うん、はいはいはい、縦書きに書いた本は楽な字なんですよ、うん、本当は、うん、なんで横書き書くのってことなんです、うん、いいんだよ俺はこれでいいんだから、うんうん、もっと言うと納得してるからいいんだよ、うん、っていうところが強いんですよ。したがって普段の行動も自分さえ納得してればいいのっていう、うん、ああなるほど、まあなんかある意味いい意味ではなんか自分でルールを作ってやっていくみたいな、うん、合理的に自分が割り切れてればいいんだよ、うんうん、だから横に書いてるのもいやこれ俺書きやすいと思ってるから、うん、だからもう縦書きにこだわらないっていうところが分かるわけですね。そういうのもやっぱり分かる、うん、あとね、うん、あの平松さんは、うん、あのお仕事柄もそうだと思うんだけども、うんうん、あのご自身の環境の変化とか、うんうんうん、全く新しいものが起こってきた時にどう捉えるかとか、うんうん、そういうものに対して非常にポジティブなんですよ、うん、だからそれはなんか変化に対して前向きみたいな、うん、変化っていいことあるよなっていう感覚が最初からあるの、うん、面白いじゃないか、それは僕はありますあるでしょ、うん、結局ね、うん、変わらないものって結構退屈だよなと思ってるんですよ。うん、分かる。変化するものって分かるっていうか自分のことだね、うん、変化することってなんかいいことなんじゃないか、楽しいんじゃないかっていうのをやっぱりそういう見方を、うん、するんですよ、もともとそういう特性があるってことですね。そう、 そういう見方をする、うん、まあいいか悪いか分かんないけど、別、うん、特性があるってこと。ここで申し上げてるのは、うん、この特性があるからいいですねとか悪いですねって関係ないんですよね、うんうんうん、そういう特性がありますよね、うんうんうん、以上、うん、っていう話だから。なるほどなるほど。で今の例で言うと、うん、じゃあ反対にいる人はどういうことを考えるかというと、うんうん、あの変わったこと、新しいことって、うん、リスクありますよね、うん、そんなの起きた時に、うん、反応の仕方分かんないですよね、うん、嫌ですよねっていう見方もあるわけです、うん、一方で。あ、なるほど。変化嫌い、違う特性の方もいらっしゃる、うん、そうでしょ、うん、でも平松さんの場合は、うん、いやいや変化するって面白いぞきっとって最初からそういう考え方で見てるので、うん、ある意味では非常に強く見える場合もあるんですよ、うん、変化に対してポジティブだから、うんうん、だけどそれはそういう意味であの強い弱いという意味ではなくて、うん、興味がある、うん、だから正面から受け止めるよっていう姿勢を持ってるだけであって、うん、強い人だからこれもできるよねっていうのとは違うんですよね。なるほどね。強い弱いじゃなくてそれに興味があるってことね。そうそう、変化に対して興味がある、うん、だからそう面白いじゃないか、うん、確かに僕はなんか多分 変化するとか新しいものとか大好きなんで。そうでしょ、大好きでしょ。興味があるんですね。そうでしょ、うん、でもこれで今のはどこでわかるかというと、うん、結構字の大きさを変えてるんですよ、書いてる中で。ああ、文字の大きさの変化があるってこと、うん、楽しんでんの。もう字を書くときにすでに字の大きさを変えて楽しんでるの、自分自身が、うん、そういうところでまあわかるねってことで、これは自分の行動面でも考えても面白い。それだけで分かっちゃうんですか。分かる、だってその痕跡なんだもん。へえ、すごい。ということが結構わかるねってこともあるんですね、うんうんうん。あとね、うん、あの毛筆をやってる方に見られるような字の書き方をちょっとしてるんだけども、うん、こう最初ひねる人、グッとひねって書く人、うん、こういう、まあ見えないかもしれないけど、うん、こういうとこひねってるわけですよ、うん、はいはい、ね、うん、このひねりというのは、うん、自分の中にとっても強いこだわりがあったり、うん、自分の中の何だかの主義主張が特に強い人がこの字を書くと言われてるんです、うん、
ちょっとグッとこうひねってグッといじる、言うときに、うん、でこれはどういう現れかというと、うん、例えば外部に分かりやすい人の場合は、うんうん、例えばもしも平松さんの場合は、うん、俺がお前平松だよ分かるかお前らはっていうことになる、うん、外見的に見た場合は、そういう態度してるって意味じゃないですよ、うん、でも内部に向かってる人は、うんうん、俺はこういうものを絶対持ってるぞ、うん、絶対これはもう人に譲らないぞってものを持ってる場合になって、うん、内部に出る場合と外部に出る場合なんですよ、うん、でこれはその人によって違うので、うん、何とも言えませんが、うん、まあ結構強いものを持ってますね。なんかちょっとこだわりみたいなのがあるんじゃないかってことですね。あの、うん、自分の中にそれがモチベーションを生んでるとかあるでしょうね、うん、きっとと、自分の中ではこれがあるよ、絶対これは譲らないよみたいな世界をすごい大事にしてるから、うん、だからもしもこの字を、うん、最初から分かっていたら、うん、これでこの字を持って平松さんとお付き合いしようとする人は、うんうん、平松さんはどこにその強いこだわりを持ってるのかなってことを考えながらお話をすると探れるんですよ。なるほどね。そのこだわりの部分っていうのは要するに譲れない部分だから、そこを見出せばそうあのコミュニケーションすごいすごく付き合いやすくなると思うんですね、うん、でこれで字の分かる最大のメリットは、うん、分かんないとね、うん、こだわりがあるのかないのかから探るわけですよ、うん、ジャブを打ちながらやるわけでしょ、うん、でもこれ分かると、うん、どこにこだわりがあるんだろうから始まるんですよ。だからコミュニケーションのレベルが違うんですよね、うん、その探すんだから。こだわりの部分っていうのはさっきの変化の部分とかそういうところにいろいろヒントはあるってことですね。あると思います。だから変化って結構いいですよねとか言うと、そうだよな、新しいことあるもんな面白いよな。だから新しいお話をするとこのそう結構こだわりあるな。だからこれが例えばいろんなことをうまくやりながらもう安泰なのがいいですよねとは言わないってことですよ、平本さんの場合は。そうなっちゃったらもうその次を求めるから、うん、だから安泰な状態っていいですよねってことを言ってもあんまりヒットしないってことですよ、うん、その辺もこだわりのある世界が、まあ、透けて見えてるわけ、はい、こういうところがちょっと面白いところなんですよ、うん、すごい面白い。事前に分かるということはコミュニケーションも取りやすいでしょ、うんうん、っていうのが、まあ、分かりますよっていうのがありますね。あとは左の払いを結構長く書かれるんですよ、平松さん、うん、左の払いっていうのはこういう平松の松とかね、はい、長いでしょ、はい、でこういうのをやっぱり長く書く人っていうのは、うん、結構外見を気にしてる。へえ。だからモチベーションを生む。だから自分がどう見えるかなとか、うん、やっぱりどうせ見えるんだったらほらかっこよくしたいよねっていうのが結構強いんです、うんうん、だからそれは自分の中でモチベーションを生んでるので、うん、例えば今日のネクタイ、はい、素敵なオレンジのネクタイをしてますが、はい、これ素敵ですよねって言うと、はい、あ、ワイシャツだってボタンダウンで上綺麗なピンクで中白いやつで、はい、ボタンもピンクで、はい、いいですねって言うと、うん、結構嬉しいんですよ。分かる？なるほど、はい、分かる？大変なんだこれ選ぶのはみたいな感じでむせないでください結局そういうところを自分の中では潜在的な意識としては大事にしてるんです。なるほど。どう見えてもいいよなと思ってないんです。そこにこだわりがあると、うん、結構大事にしてる、うん、だからそういったこともやっぱ字を見ることによって予備知識として大事なことでしょ、こんなことが分かるってこともね。すごいですね。その払いだけでも分かるんですね。まあこれ払い長く書かない人は書きませんからね。あ、もっと短く書くんです。ピッて書く。でピッて書く人って結構地味な人多いんですよ。へ、ただ地味だからといって他の字を見ないと分かんないんだけども、地味だからといって内部にこだわりがないというのは大間違いで、外部に出るか出ないか、外部を結構気にしてるかどうかだけの話なんで、外部はあんまり気にしてない人です。なるほど。女性でもピッタリ短い人はあんまり化粧しないとか、洋服は結構あんまり関係ないなって人もいたりして、でも内部がそうかっていうのはまた別の話。なるほどね。いやすごい分かるんですね、うん、まあ、ちょっとした文字で面白いですよ ね。他は何かありますか？あとね、あの高っていう字、この角、うん、ものすごくカチッと書いてる、うん、この角のカチッと書いてるけども、はいはい、これやっぱりきちっと書く、うん、あるいはこの東京都も全部、うん、足立もそうなんだけども、うん、最初のところ、うん、1画目2画目の角、うん、これをつけてますよね、うん、高いのもつけてますよね、はい、これつけたり角をかじって書く人は、うん、これって教わった字なんですよ、もともと最初にね、うんうん、ということは
やっぱり決まりは守ろうよっていうのがもう自分の中にある人、うん、だからちゃんとっていうことも好きだし、うん、やるんならちゃんとやろうよっていうのも、うん、あの結構好きですよね。うん、でやっぱり守るべきものを最初守ろうぜと、うん、だからよく主はりっていうけども、うん、まず主からちゃんとやれと、うん、いきなり、うん、いきなりその従来のものを破ってね、うん、これ私考えましたはやめろと、まず基本的なことやれと、うん、次にだんだんやっていけよっていうのが平松さんは結構いろんな方にもおっしゃってるかもしれない。いや僕ね主張りって言葉は結構使うんですよ。ああそうですか。使うんですけど、まあその主張りの最初の守るっていう部分はもう多分根底にもベースにあって、でそれをもう破ってどんどん自分流にやっていこうよっていうようなことでよくお話したりはするんですけれども、もう根底にあるってことですね、うん、だって破っていこうよってことはあるってことを認めてることなの。あることを無視してたら破っていこうとは言わないでしょ。確かにね。それが言葉の前提としてあるんだね。言葉の中にその前提が入ってるわけですよ、うんうん、もうあ破っていくんだよ、気にすんなよってことは、それ気にしろと言ってるわけですよ。最初にもあるんだということ、意識の根底には。面白い。まあそういうこともこの字から分かるから、うん、だからいかにあの平松さんがね、うん、新しいことをやって考えるよと言ったとしても、うん、全くないところからポンとやるのはちょっと抵抗があるかもしれない、うん、へえ面白いですね。やっぱり過去に何が正しかったのか、うん、なぜこれが残ったのか、うん、なんでみんながいいと言ったのかっていうことはちゃんと知っとけよっていうのがあるんですよ。それが分かった上で新しいものを生んでいこうぜって考え方です。でも世の中の人はみんなそうじゃない、みんながそうとは限らない、うん、こんなのはいいんですよ、過去のことじゃないですか、今こっちを考えたらあれもありこれもあり、もっと考えてこういう可能性があって、こんな選択肢があって、これ考えましょうよっていきなりこっちに入る人もいるんですよ、うん、これは別に悪いわけじゃないんです、うん、彼らがやることは今までにないものを考える、そういう特性があるってこと、ね、そうです、個人特性、いわゆる考え方の癖、うん、だからこれはどう生かすかだと僕は思ってるんです。それをいやそうじゃないよお前じゃなくて、それをじゃあ知ってるか自分で、お前どう生かすんだそれっていうことをお互いにやっていくと、やっぱり個性として生かしやすいんじゃないかなということを僕はお伝えをしたいんですよね。すごい面白いですね。それ、もっと分かるんですか、まだ分かるんですか。ね、あとまあそうね、いくつかあるけども、あと、うん、あのこれ見て、うん、あの平松さんって、うん、結構あれですね、あの東京都足立区、はい、こっち書いてるでしょ、介護してるでしょ、これ書けますよね、はいはい、これね、中川って書けるでしょ、はいはい、でもこれをこっちへ書いてるっていうことは、はい、自分でやろうと思ったことも結構途中で、うん、あこれ変だなと思ったら、うん、パッてやめると思います。うーん、なるほど、あのすぐ撤退したりとか、うん、そうそうそう、だから木に瓶、でも人に言わせるともっと粘れと、うん、いうこと言われるかもしれない、うん、そんなこともあるかもしれない、うん、あとは、ね、割と執着ない方ですね、うん、ないでしょ、うん、それがこう出てるわけですよ、うん、あとはねやっぱり自分のさっきこだわりとかって話したけども、うん、自分の主義主張と本当に合わないなと思った場合は、うん、結構冷たく見せたりします。あー、なるほど、白黒つけて、うん、あーこれ合わねえな、うん、無理だな、いいよもうみたいなところ結構過去にもあったかもしれない、うん、でもあのね、僕あの今好きな人と仕事してるんですけど、まさにそういうことじゃないですか、ね、あんまり嫌いな人と仕事を しなくてもいいかなって思います。あのそれがまさに僕が言ったことの翻訳みたいなもんで、うん、態度に出てるのはそこですよね。うーん、いわゆる喧嘩しちゃうんじゃないかっていうのもあるんです。自分だったら最初からもうやめようそれはっていうのをやってますよね。へ、非常にその辺はだからさっきのこだわりが強いとか同じそういうのはずっとやっぱりありますね、共通のものとしてこう流れて、うん、でただその文字を見ただけでそんなことまでわかるんですか。まあこれが平松さんの僕は一部でしかないと思うけども、わかるものをお伝えできるってことですね。すごいですね。でも結構なんか、なんか本質を捉えてる気がして。あ、そうですか。なんかこう新しいもの結構好きなんですけど、うんうん、割とこう変化をやっぱり求めるところはあると思うんです、ね、うん、あると思います、うん、ね、なるほど、はい、じゃあちょっとねまた筆跡から今度ね社長の取説ね